ああ、お腹痛かったー。洋ょとかもう帰ったかな僕も早く帰ろう。お前らやる気あんのかなんやお前ら俺のこと馬鹿にしとんかいえ、そんなことは。先輩の言うことが聞けんのかすいません。もう聞き飽きたわ。すいませんすいません。一応言うけどすいませんやなくてごめんなさいな。うわ、こわー。運動部っていつもこんな感じなお前に体育会系やん。僕無理やわ。ごめんなさい。 何俺だけなん俺だけ目標が高いチームが一丸とならんとあかんのちゃうのそう思ってるの俺だけいえ<や>。やったらもっと意見出し合おうや。一年でもええやん。思いついたもん言ってけや。必要なのはチームが一丸となって同じ方向に向いて突き進むことやねん。俺間違ったこと言ってるいや、言ってないです。てかさ、俺が言ったことに対して藤原しか返してこうへんやん。他のやつどう思ってんの仲間とおいお前はどう思ってんのえ、ぼ、ぼくはんお前はどうやねんせ、先輩と同じ気持ちです怖いって、後輩にそこまで詰め寄らんでもええやん。 タ口はどうやねんぼ、僕も同じです。やったらさ、なんでこんなチームに亀裂が生まれてんのお前らがぬるいからよな。帰ってゲームがしたいとか思ってるんじゃん。そうじゃないやろ。おっ<ス>今一番大事な時期や。お前らが普段どんなつもりで部活やってるかは知らん。でも目標だけは、俺と同じであってほしいと思ってる。おっ<ス>ごめん、俺も熱くなりすぎたわ。でもな、俺にとっては今年が最後やねん。お前らと一緒におれんのも、肝心のコンテストも。コンテストなんだかんだ楽しかったよ。みんなでさ、新聞どんなん書こうかなーって悩んだり。 体育祭の時もさ、俺たちが裏で仕切ってるみたいで楽しかったよな。結局、行事の時はクラス写真に乗れんかったりしてさ、写真はなくても確かに思い出はあるよな。毎回昼休みではどんなことを放送しようかって悩んだりしたよな。こいつら放送部やん。ここ放送部の部室やん。でもやっぱり、俺はコンテストでもいい結果を残したい。放送部とは思えへん熱量やん。そのためにはチームが一丸となる必要があるねん。放送部がチームって使うな。俺たちはチームや。放送部がチームって使うな。俺一人じゃ無理や。でもみんなとやったら頑張れる。どうやろ本気でチームとして頑張ってみんかな。 放送部が押すって言うな。やってくれるか押す<ス>放送部が押すって言うな。それが聞きたがってん。それが。部長の熱量がすごいな。早速 N コンに向けてラジオドラマ作っていこう。押す<ス>まず題材を考えよう。一年も気にせずどんどん意見出しとけ。どうしたどうしたまずは何でもええねんぞ。それでしたら、匿名線についてはどうでしょうか 匿名性やはり近年は私たち学生から大人まで隔てなく SNS を利用する時代ですから、題材にしやすいかもしれません。ええやんそれ。それ行こう軽、そんな簡単に決めるもんなんほな、台本誰書く台本は大事やで、台本は。ラジオでしか出せない味ってもんがあるからな。坂本やろ。文才といえば坂本。や、やったら、僕が書きます坂本、やってくれるかはい。坂本が台本持ってきてくれるまでに、そやな。使えそうな効果のピックアップしといてほしいな。ほら、あの、著作権フリーのやつ。僕、やっときます。藤原、名乗り出てくれると思っとったで。 お前何それ、うん、他の奴らも過去にやれることを見つけて進んで行動していこな。じゃ俺たちのサポートを頼むで。録音とかもな。わかりました。わかりました。じゃあやろ。押すや。押す<ス>。お前が言わしてるんかい。